あ、こんばんにちは、タコです。本日も場所当てやっていきたいと思いますが、すごいな、マジソンスクエアガーデンか、じゃないや、なんだっけ、ニューヨークのところ、一番世界中に、マンマミーヤ、サムソン。UFC、WWE じゃないや。コダック。まだデジカメがありますか。これはいつのあれなの。さあ、まあとりあえず、じゃあ場所当てをやっていきましょう。せーの。さあ、来ました。うひ。さて、どっちだろう。とりあえず直線かな。あ、しまった。 OK、 Google。 タイマー10分。10分ですね、スタート。道じゃない。こんなとこグーグルカー走ってんの。荒野じゃないか。荒野でもグーグルカーが走ってるっていうことは、どこだろうね、アフリカとかなのかな。うわ、これは全く情報がない。建物も見当たらないし、人気もないし。あ、すごい、ランナバウトっぽくなってるけど、ということは畑か。何の作物だろう。まあ、常識的に考えて小麦かな。なんだ、犬。あ、犬がいる。第一村人でもないけど、あ、こっちにも犬がいる。あ、ここにも犬がいる。犬いっぱいいる。犬いっぱいいるけど、情報が HTX。 じゃあアルファベットだけど、あ、人がいる。南米か東南アジア系だな。これ
どこに行くの？あれもう行けるとこがない。行き止まり。まさかの行き止まり。ダメじゃん。行き止まりか。すごいな。砂の道を走ってるから。バックしたら砂煙が。でも道ないよ。これ今来たとこやろ。あっちは行ける？ああダメだ、ループだ。戻るけど、いやこれは久しぶりに、久しぶりにっていうか初めてゼロ点か。二択で間違った。この道行けんのかな。お、こっち行ける。村人が、村人。この傘パターンは東南アジアか。この建物ではあからこれは家なのか小屋なのか。ああ家、いや家なんやだ。ってこと、いや米ではないな。東南アジアか。はい、しくった。こっちも行き止まり。はい、ダメ。あーダメだ。あ、バイク、バイクどこ行った。後ろか。こっち見てるし、一番大きく見えるのはここか。子供かな。ダメだ。ダメだ。わからない。三人乗りしてる。いや、まあ。ってこと、ここがスタートしたところ。前に、お、自転車がいるぞ。
から、あ、家がある、あー、こっちだったか。そして、ゴミがあって、あ、ここは店か、店っぽいな。でも情報は何もない。またこいつらも見ている。じゃなくてやっぱ東南アジア、お、ノラウシ、ノラウシ、ノラウシではないな、多分家畜か。じゃあ、あ、でもノラウシがいるってことはヒンドゥー系か。あれ、ストップ。では多分牛がいるのと思わないな。あれだ、スリランカ、前回と同じく、前回じゃなくて何回か前だった、スリランカかな。名前、都市の名前は分かりませんが、はい、正解は、スリランカではなかった、東南アジアは合ってたのかな。お、どっち、ベトナムとカンボジア、このルートのやつから見るとカンボジアかな、国境付近。ベトナムとカンボジアの国境付近か。このギリギリのところは、あ、これは多分じゃあベトナムのあれかな。あ、ここが国境か。うん、そうやね、多分。こっち入れんの？あ、入れるやん。入って、あ、入ってはいないの。どういうこと？ベトナム、ホーチミンだね。こっちはいけない。こちらの国境付近で、これが多分国境。はー、へー、面白い。そしてではちょっと街に行きましょう。でもちょっとごめん、こっちの国境も気になる。
こっち向いてるってことか、こっちが。あ、すごい。こっちはもうベトナムってことだよ。あ、カジノがある。へえ。あ、カジノ。これは国境ではないな。あ、いや国境なのか。え、いや違う。え、いや国境か、はあ、これが国境か、はあ、へえ、これ国境だね。こんな風になってんね。ベトナムとカンボジアの国境、はあ、でもこっちはベトナム。あ、まっすね、ベトナムの方まで入れるのかな。あ、いけない、やっぱここで通行止め。へえ、じゃあこっちがベトナムで、こっち側からか。ああ、なるほど。ストップフォーオーダーチェック。ああ、国境、なるほど。へえ、すごい。初めてでもないけど、国境はこんな風になってんのよ。へえ、じゃあここにカジノがあるってことは、ベトナムの人がカジノとかに遊びに来るってことなのかな。わあ、面白い。じゃあちょっと中心街、中心街かと思ったけど、なんか密集してるだけなのかな。3人乗りはデコなの。へえ、お店もある。あー、面白い。ということで正解はカンボジアで、場所の名前はわからないですが、カンボジアとベトナムの国境あたりでした。ということで今回は0点何にもちょっと情報がなさすぎ。それではまた次回遊んでみたいと思います。ありがとうございました。